皆様こんばんは。幕末を駆け抜けた美女たち、今回はこちらの女性をご紹介いたします。もし興味深いと感じていただけましたら、チャンネル登録もお願いします。渋沢兼子。新一万円紙幣の肖像にもなったことで話題の渋沢栄一、その美人妻がこちら渋沢兼子です。日本資本主義の父と呼ばれ、およそ500の企業、600の社会事業に尽力した渋沢栄一を支えた彼女の人生は果たしてどのようなものだったのでしょうか。富豪の跡取り娘から芸妓への転身。渋沢兼子は幕末の江戸で指折りの豪商だった伊藤八兵衛の娘です。伊藤八兵衛は武蔵国川越の小ヶ谷村の農家に生まれ、質屋の奉公人から身を起こし、金融業や油の取引で成功して江戸一番の大富豪と呼ばれた人物でした。1852年、この大商人の家に兼子は五女として生まれました。その後、兼子は18歳で家業を継ぎ、この時に結婚し婿養子を迎えています。幸せ真っ只中だったはずの兼子ですが、ここでまさかの出来事が起こりました。1871年頃、父伊藤八兵衛がアメリカ人の商人と始めた共同事業を始めようと保証金を渡したところ、取引失敗により大損失を出してしまったのです。保証金の返還などを求め民事裁判を起こしたものの、交渉は決裂。伊藤八兵衛は再起できないまま亡くなり、兼子は離婚して芸妓として身を立てることになります。渋沢栄一との結婚。実家もない、夫もいない、でも自分はこうした中でも生きてみせる、それも自分の力で生き抜いてみせる。どんないい話でも妾生活は断固拒否、自分の腕で生きていく。芸者上等じゃないの。兼子は口入れ屋に行き、そういうわけだからその段取りをよろしくと頼むのでした。芸妓になった兼子には妾にならないかという話がいくつも寄せられましたが、兼子は妾だけは嫌だと縁談を断り続けてきました。もともと豪商の娘だった兼子からすれば、妾という立場が許せなかったのかもしれません。その頃、渋沢栄一は最初の妻千代に先立たれ、子供の世話や人付き合いの仕切りを任せられる女性を探しており、その口入れ屋に紹介があったのです。二人は縁あって出会い、兼子は妾ではなく後妻として迎えるという栄一と1883年に再婚します。兼子31歳、栄一43歳でした。兼子が結婚後、渋沢の邸宅に行くと、そこはかつて兼子の父伊藤八兵衛が商売に失敗した際に手放した屋敷でした。兼子にとっては懐かしい実家だったのです。これは兼子にとっても嬉しい事実だったのではないでしょうか。また栄一は兼子の父八兵衛のもとで丁稚工法をしていたことがあったとのことで、二人はやはり何かしらの縁があったのだと思います。兼子と結婚した栄一でしたが、実は先妻千代が健在だった頃から女関係が華やかでした。渋沢邸に出入りしていた大内邦、深川福水町の自宅で同居していた田中久雄、日本橋浜町の別宅に囲っていた鈴木亀の3人がおり、妻妾が同居していた時期もあったようです。なお妾の一人大内邦は渋沢邸で暮らして栄一との子を育てており、千代もこれを受け入れていました。また千代が産んだ子供たちも大内邦と仲が良かったため、この子たちは栄一と兼子の再婚に反対したと言われています。しかし結局大内邦は渋沢家を去り、そこへ後妻として嫁いできた兼子は先妻千代の子で、幼かった渋沢篤二が懐かず苦労した時期もありました。それでも兼子は栄一の子を9人産み、
そのうち4人が成人しており、また金子は栄一の海外視察に同行したり、慈善活動に尽力したりと、家庭の内外で妻の役目を果たしたのです。一方で、栄一の女性好きは再婚後も変わらず、妾の田中久を渋沢家に住ませ、他の妾宅にも通い、これを当時のゴシップ誌に書き立てられています。金子はこうした栄一の貧困を咎めなかったものの、晩年は、お父様も論語とはうまいものを見つけなすったよ。あれが聖書だったら、点で教えが守れないものね。と冗談めかしていました。栄一は儒教の経典、論語を指針にしていましたが、キリスト教が男女の不道徳な関係を禁じているのに対して、儒教には厳しい戒めがないから、と皮肉ったのです。当の渋沢栄一ですが、尊王攘夷の思想の影響を受け、徳川慶喜に仕えた後、慶喜の実弟で水戸藩主の徳川昭武に随行して、パリの万国博覧会を見学するなど、欧米の先進諸国の知見を直に学びます。その後、大蔵省を経て第一国立銀行の頭取を務めながら、多くの民間企業などの創設や育成に尽力しました。一方、金子は夫婦で渡米してルーズベルト大統領と会見したり、栄一が団長となって、国内6都市の商工会議所を中心とした50名を率いてアメリカを訪問した渡米実業団の一員として同行したりと、夫を積極的にサポートいたしました。また、6名間ではバザーなどの慈善活動にも協力したそうです。豪商の娘として生まれるも、一家が没落し、渋沢栄一の後妻として生きていくことを決意した金子。もともと他の男性と結婚していたこともあり、実家が没落しなければ、また違った人生だったかもしれません。しかしながら、渋沢栄一との出会いは運命じみたものもあり、なるべくしてなった人生だったとも言えます。近代日本の経済発展の礎を築いた渋沢栄一。日本社会に新たな価値観を取り入れ、変革をもたらした背景には、共に第一線で活躍した金子の支えが大きかったのではないでしょうか。言い換えれば、彼女の存在なくしては、今の日本の経済発展はなかったのかもしれない、と言っても過言ではありません。いかがでしたか？興味深いと感じられましたら、いいねボタンとチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。では、また次の美女でお会いしましょう。